皆様こんにちは。今回の動画は草花メンテナンスです。それではご覧ください。ワックスフラワーです。たくさんお花が咲いた状態がもう数週間続いています。かなり乾きやすく、天気の良い日は1日2回水やりをしています。十分楽しんだので今シーズンは終了にしました。ワックスフラワーは切り花でも楽しめます。比較的丈夫で育てやすく、つぼみの時期から長く楽しめるので、オージープランツ入門として最初の一鉢に良いかもしれません。以前白いストックが終わっていた寄せ植えです。今はエレモフィラの紫のお花が咲いています。種まきしたフェリシアも少し咲いています。こちらのフェリシアは紫色です。とても美しい花色です。エレモフィラは白花が咲く品種を植えたはずなのですが、実際には紫のお花ばかり咲いています。ラベルには先祖返りで紫が咲くと記載はありましたが、まさかほとんどが紫になるとは想定外でした。ほんの少しだけ白花が咲いています。でも咲いてみたら、やはり紫のお花の方が目立って綺麗かなと思うので、結果オーライです。真ん中に植わっているシルバーリーフのカルーナはジリーという品種です。手前に植わっている緑色のカルーナはブルガリスという品種です。フェリシアを抜いてエレモフィラを切り戻します。作業後の姿です。この後はなるべく涼しいところに移動して夏越しさせます。ストックです。今シーズンたくさん植えて楽しみました。ストックの良さを改めて実感した今シーズンでした。感謝を込めて終了にします。20日ほど前に作ったアジュガのスリットバスケットです。お花が終わったのでカットします。クリーピングタイムのお花も終わっています。作業後の姿です。正面の真ん中が少し寂しいです。ところどころにアイビー肥料を置き肥しました。クリーピングタイムを切り戻したので、この後茂ってきて寂しい部分を埋めてくれることを期待しています。さまざまな色合いのグリーンが楽しめます。花柄をカットしたので、この後はほとんど管理の手間がかかりません。日差しがきつくなってきたら、置き場所を日陰に移します。ディアスシアです。品種はピーチピーチフィズです。サーモンオレンジの花色が非常に目立つ華やかなお花です。前日の雨で花びらがかなり落ちてしまいました。ここで一旦切り戻します。切り戻しました。液体肥料を与えました。種まきしたビオラです。品種はなごみももかのシンシンです。色幅のある品種です。自分で種をまいた株は今の時期も比較的徒長せず楽しめています。この鉢以外にあと2鉢まだ同じビオラがあるので、この鉢は終了にします。